今度は危険と言われるきついコースの方へ行ってみましょう。リアタイヤの空気圧をねちょっとギリギリいっぱいまで下げたんでね、おそらくこれ以上下げるとチューブレスだとやばいっていうねレベルなんだけど、とりあえず水分はだいぶ補給したんで調子よく走れるでしょうか。この辺は釣りの気分でいいんだけど、ここからかな。この先が気張り、うわなんだこりゃ。これやばいな。これ絶対やばいでしょ。これ下るのはいいけど登るのどうなんだよ。これは脱出できるのかここ。やめとけよかった。違ってるねこれね。なんだこれ。少し開けた。
帰りはこの坂を上がんなきゃいけないんだけども、これ自分でもやったんだけどね、やっぱ途中で止まっちゃいますね。でそうこうしてる間に雨が降ってきちゃって、もうこれはダメだということでね、脇の林道から、戻りました。それにしてもね、このエクスプローラーパーク手強いですね。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。